一時、盗まれた救急車が発見された熊本市西区島崎です。近くには石神山公園があり、今日午後4時ごろに私がこちらに到着した際は、警察や消防の車両が多数止まっていました。また、この道路がおよそ200メートルにわたり、通行止めになっていましたが、午後5時ごろに解除されました。現在は通行することができます。警察と消防によりますと、 今日午後2時ごろ熊本市西区島崎のアパートで50代の女性がけがをしたと119番通報があり救急隊3人が救急車で駆けつけアパート内で対応をしていましたその後隊員2人がストレッチャーなどを取りに外に出たところ救急車がなくなっていたということです 消防は直後に別の救急車を要請しましたが、その後隊員が女性を運ぶ必要がないと判断しました。消防からの通報であ、消防からの連絡で救急車を探していた。警察が西区島崎の路上で左前部分が大破している救急車を発見したということです。警察はこの事件に関わっているとみて、午後4時頃から。 熊本南警察署で50代の男性に任意で話を聞いていて容疑が固まり次第窃盗の疑いで逮捕する方針です。